こんにちは、歌一郎です。今回もアクロスザグルーブスの続きをやっていきたいと思います。前回は、ロンドンで、最後の回だったんですけど、エディ・ブラックっていう、アリスにつきまとっていたというか、レコードを探していた人、に、結局、いろんな話を聞いて、不思議な力を持っているレコードを聴かせてあげるっていう、ことがありました。で、それによって、アリスはホテルの廊下で待ってたんですけど、周りの、壁が動いたような感じがしたりとか、なんか光が見えたりとかして、で、部屋に戻ってみると、エディ・ブラックは消えていたっていうような、顛末でした。おそらくエディ・ブラックは自分の過去を変えて、今現在、おそらく他の場所に、違う現在を手に入れて、生きているんだろうなと思われます。はい。で、もしかすると、この、今回の、エディ・ブラックにレコードを聴かせたっていう、事実が後々何か聞いてくるのかもしれないなと思ったりしています。はい。では、今日はグラスゴー、での話になるかと思います。よろしくお願いします。できたら短めに行こうかなとは思ってるんですけど、はい。では、よろしくお願いします。After visiting two capitals, finding myself in a more modestly sized city like Glasgow is like a breath of fresh air. 2つの首都か、パリとロンドンを訪れた後ですね。Finding myself in aMore modestly sized city like Glasgow. なんかグラスゴーみたいな、なんていうんですかね、控えめな、規模の街にいる自分、が、なんですかね、新鮮な空気を吸うような、感じがしている。のを見つけた。自分がそうだなって思ったってことですかね。ちょっと大都市すぎたんですかね。パリとかロンドンが。で、Central Station is right in the town center, which I cross on foot, frequently stopping to ask passersby for directions. Central Station、があるんですね。が、町の中心地にあって、I cross on foot、徒歩で、歩いてるっていう感じかな。で、道を、行き交う人に、頻繁に尋ねたと。尋ねるために立ち止まったっていうことかな。After a bit of wandering through Glasgow's pedestrian streets, my steps bring me to an old building. グラスゴーの、歩道かな、歩道って訳していいのかな。歩道を、ちょっとうろうろした後に、一つの、古いビルにたどり着いた。I enter the ground floor to find a small room full of mismatched furniture. 私は、なんかちょっと場違いな、家具がたくさんある小さな部屋、に入った。1階にあるですね。そういう部屋に入った。The log fire blazing in the fireplace gives off a pleasant warmth. なんかあれですかね。なんて言うんだっけ。薪の、
薪が燃えてるんですね、この暖炉のところに。暖炉の燃えている薪が、心地よい暖かさを与えてくれている。A long counter stretches the width of the room at the end. The width of the room. なんか長いカウンターが、stretches the width of the room. なんだろう、部屋の、まあ、隅の方に長いカウンターがあって、部屋をなんか、ワイドに見せてるっていう感じなのかな。Mediterranean looking man seems to be absorbed in carefully preparing a basket of fresh vegetables. なんだろう、メディテラニアンってなんだろう、メディテラニアン、地中海か、地中海、地中海出身の人っぽい男の人って感じかな。Absorbed in carefully repairing. Absorbed なんだろう、なんか、なんかに吸収されるみたいな意味があったような気がするんですけど、absorb in 吸収する、まあ専念する、あ、absorb、なんだろう、absorb 誰々 in work とかで仕事に専念するっていう意味があるみたいですね。だから、まあ、その人は、まあ、バスケットいっぱいの、新鮮な野菜を準備するのに専念しているようだった、いるようだったっていう感じかな。Probably the famous Yogos。おそらく有名な、なんだよ、ヨーゴスってなんだろう。ヨーゴス。有名なヨーゴスっていう、人名なのか。ヨーゴス。だろうと。The rest of the place is almost deserted. 他の場所は、まあ、誰も人がいない。Considering the time, it must be the period of quiet between the lunch and evening services. まあ、時間を考えると、it must be the period of quiet. まあ、ランチと、まあ、夜の間の静かな時間なのだろうと。As I approach him, the man looks up and welcomes me with a wide smile before gabbling something in broken English with a curious mix of Greek and Scottish accents. Gabble ってなんだろう? Gabble。 なんかお話しするみたいな意味かな。 Gabble、 しゃべる、おしゃべりするか。まあ、彼に近づくと、彼は顔を上げて、満面の笑みで迎えてくれた。で、その後、なんか、まあ、ブロークンイングリッシュですね。なんか、ギリシャ語とスコットランドアクセントがミックスされた興味深い、感じのブロークイングリッシュで何かを、言ったと。Taken by surprise, I try an bonjour. Taken by surprise, なんだろう。Take by ってなんだろうな。なんか、take by、なんだろう、
まあなんか、まあ、私は驚いてっていう感じかな。驚いて、ボンジュールって、まあ、フランス語で言ったってことですかね。ヨーゴス replies in French with a strong Greek accent。ヨーゴスは、あれ、これなんか、ヨーゴスって今までの会話の中で出てきたんでしたっけ？何かひ、ユリスにまつわる話の中で出てきたのかな。全然ちょっと今覚えてないけど。ヨーゴスは、強いギリシャなまりで、フランス語で返してきた。Oh, bonjour. Then, you are French. Bonjour. あなたはフランス人ですか？ Yes. Tell me, what can I do for you? 何かできることあるのかな？I was sent by Alan. I'm looking for someone. あれ、これヨルゴス、そっか、アランに聞いた人なんだっけ。まあ、アランから言われてきたんだと。Alan O'Reilly suggested I come and see you. ダメだ、全然覚えてないですね。まあ、アランが、あなたに会った方がいいんじゃないかなって言ってくれたと。Alan, that's funny. One of his friends came by the restaurant not so long ago. He came. アランか。それは面白いね。と、one of his friends. まあ、彼の友達が、ちょっと前にレストランに来たんだよ。と。Well, that's exactly why I'm here. ユリスが来たってことなのかな。まあ、それがまさに私がここに来た、わけなんです。Oh, you know Ulysses? Ulysses を知ってるの？ Yes, he's a friend. I'm looking for him. まあ、彼は、友達で、彼を探してるんです。I remember him well. He was just passing through. まあ、彼のことはよく覚えているよと。まあ、彼は、まあ、通りすがりに来ただけなんだって感じかな。Yogos wipes his hands on his apron and holds the right one out over the counter. 彼はエプロンで手を拭いて、holds the right one out of, なんだろう、右手を突き出してきたってことなのかな。Yogos は、まあ、握手ですね。ヨルゴスだと。I shake it. 握手をした。Alice, nice to meet you. よろしく、アリスです。So tell me, Alice, what do you want to know? 何が知りたいの？ Do you know what Ulysses was doing here? Do you know where he went next? これいつものパターンですね。まあ、こっち、ここで何をしてたかっていうのを聞くときっとこっちも後からついてきそうな気がするので、ユリスがここで何をしてたか、聞きましょうかね。Do you know what he was doing here? ここで何してたかわかりますか？知ってますか？As I said, he was passing through. まあ、通りがかりだったんだよと。He asked me where he could lodge cheap. どっか安く泊まれるところを探してた。まあ、泊まれるとこがないかと聞いてきた。Did he by any chance mention an Arthur Pullman? もしかして、アーサー・プルマンのことを言ってませんでしたか？ The steady clacking of the knife on the chopping board stops for a moment.As Yogos tries to recall the details. まあ、ナイフの音ですかね。コンスタントにこう、トントン、言ってたような、まあ、まな板の上のナイフの音が止まって、ちょっと止まって、Yogos は、その時の詳細を思い出そうとしてると。
Yes, a radio presenter, is that right? まあ、ラジオのパーソナリティだよね。That's it. Did he tell you where he thought he'd find him? それですと。彼は、ユリスは、どこでその人にを見つけられると思うって言ってましたか？No, I'm sorry. ああ、わからないと。Do you think he might possibly work for a local radio station? ユリスがもしかして、その、地方のラジオ局で働くことがあると思いますか？可能性があると思いますか？ Oh, you know, we mostly get the national radio station here. You mostly get the national radio stations here. We mostly. なんかまあ国営放送をここではよく聞いてるんだよっていうことかな。Aren't there any independent radio stations in Glasgow? まあ、グラスゴーにはそういうなんか独立系の、ラジオ局ってないんですか？No, not as far as I know, but I'm no expert. 知ってる限りはないかなと。でも、その辺のことは詳しくないんだよね。There's the student radio sub-city. Sub-city ってなんだろう。なんか、周りの街ってこと？あ、違う、sub-city ってそのラジオ局の名前かな。Subcity、出てこないか、サブシティは。まあ、なんか、学生のラジオがあって、サブシティって言うんだよっていうことかな。They broadcast from the campus, but only at certain times. 彼らは、キャンパス、その学校の敷地から、放送しているけれども、特定の時間にしかやってない。They do a great mix in the evenings. 彼らは夕方の時間帯に、まあ、いい感じの、ミックスをしてるよと。まあ、曲を流してるよということかな。We play it often, here in the restaurant. このレストランでもよく流してる。No commercials, just a reminder of the name of the station from time to time. コマーシャルは入らなくて、時々、ラジオ局の名前を言うだけ。If you go there, maybe they can tell you more. そこに行ったら、もっと教えてくれると思うよと。All I can tell you is that you really said nothing to me about that. まあ、俺に言えることは、ユリスはそのことについて何も言わなかったと。What exactly did he say? 彼は実際何を正確には言ってたんですか？ That he was passing through Glasgow like I told you. まあ、グラスゴーを、まあ、通り過ぎるだけだと。って言ってた、まあ、俺が言ったみたいにね。That he was looking for somewhere cheap to stay。まあそれからまあ安く泊まれる場所を探してるって言ってた。When I asked him what he is doing in Scotland, he tells me I'm researching a rare record。スコットランドで何をしてるかっていうふうに聞いたときに、まあ、レアなレコードを探してるんだと言ってた。And when I questioned him, he clammed up. He just talked about meeting an old radio presenter from the BBC, I think. And when I questioned him, he clammed up. Clam up ってなんだろう。Clam up。あ、だまりこくるか。クラムって、あ、クラムっ
で、貝の子とか、貝のように黙るってことなのかな。そうですね。二枚貝、ハマグリとかアサリとか。まあ、そのことを聞いたとき、彼は黙りこくった。彼はただ、まあ、年寄りの、ラジオパーソナリティ、BBC の、ラジオパーソナリティに会うということだけを言ってたと思うよと。アーサー・プルマン。アーサー・プルマンですね。Right. そうだ。Here, try this. これ食べてってよと。Without warning, Yoko puts a plate in front of me. 何も言わずにっていうことかな。Warning. 警告。警告ってほどじゃないんだろうけど、まあ、何も言わずにサービスなのかな。ヨーゴスは、まあ、料理の皿を私の前に出してきた。It contains a beautifully served mix of vegetables. お皿には、まあ、綺麗に盛り付けられた野菜のミックスが載っていた。Seeing the question in my face, he adds,私の顔に浮かんだ質問を見て、彼はこう言った。I'm not going to let a friend of Alan leave without trying my cooking. まあ、アランの友達に、食事、ご飯を出さない、俺の料理を出さないで返すわけにはいかないからな、みたいな感じかな。Thanks. ありがとう。I try a mouthfulAnd I must admit, it's delicious. I share my enthusiasm with him. まあ、口いっぱいに頬張って、私はこれが美味しいと認めざるを得なかった。I share my enthusiasm with him. 熱意みたいな enthusiasm を彼と分かち合ったってことかな。なんか、うまく訳せないね。ハーズン。いい熱中とか熱狂。興味。熱烈な興味。なんだろう。何かそういったものをシェアした。Really? It's not on the menu yet. I've been trying for weeks to find a good counterbalance foodbitterness of the horseradish. なんだろう。まあ、その料理に対する、熱意みたいなものをシェアしたってことなのかな。まあ、美味しいよと。で、それに対して本当かいってことなのかな。It's not on the, まあ、メニューにはまだ載ってないんだけど、数週間にわたって、なんだろう、カウンターバランスを、なんか苦さ、苦みと、なんだろう。そっか。ホースラディッシュって、あれ、カブみたいなやつ？ホースラディッシュ。ディッシュ。ホースラディッシュは、わさび大根。西洋わさび。ちょっとなんか辛みとか苦みがあるようなものなのかな。まあ、ホースラディッシュの、苦みにうまくマッチするような、味を探してきたんだということですかね。Yogos leaves me to enjoy my food, which gives me a little time for reflection. Yogos は、まあ、食事をなんだろう、食事を、食べるためにちょっとまあヨーゴスは離れたってことかな。ほんで、まあ、そのことによって私はちょっといろいろ回想する時間ができたと。On the one hand, I've got the start of lead with this student radio station. まあ、とりあえず一方では、
私はその学生のラジオ局を、なんだろうな、一つの手がかりにしてスタートすることができる。で、on the other、また一方で、Yorgos had stressed that Ulysses was just passing through Glasgow。Yorgos は、Ulysses は、ただグラスゴーを、通過するだけというか、通り過ぎていっただけだというふうに強調した。He's confirmed that the name of Arthur Pullman, but I'm not any farther forward on where the man lives. アーサー・プルマンの名前を彼は認めたというか、そういう話もしてたよっていうことを言ってくれたけど、but I'm not any farther forward. そこから、forward って言葉だけでなんかあるのかな。そこから何かが進展するような、情報はなかったってことですかね。そうですか。その、アーサー・プルマンがどこに住んでるかっていうような情報はなかったと。And I can't imagine for a former BBC presenter broadcasting on a student radio station. それから、以前その BBC の、ラジオ局でのパーソナリティをやってたような人が、学生のラジオステーション、ラジオ局で、仕事してるっていうようなことはちょっと考えにくいなと思ったと。Unfortunately, I can't really think what else to do except to cling to the hope that someone there will know where to find this Arthur Pullman. 残念なことに、I can't really think what else to do. 他になんかできることが考えられない。Except to cling to the hope that someone there will know where to find this Arthur Pullman. どこでそのアーサー・プルマンが見つかるかっていうのを、そのラジオ局で、にいる人に、が、手がかりになるような、なんていうんですかね、そういった希望にしがみつくしかなかった。Unless、そうでなければ、If I can't find a solution in the present, perhaps by revisiting the past. そうか。この今の現実世界、に、何か解決する道筋が見えないんであれば、もう一回過去に、過去を訪れるっていうことしかないかもしれない。I instinctively slip a hand into my bag to reassure myself that the record is still there. 直感的に、本能的にかな。instinctively 本能的にか、無意識にとか。カバンの中に手を入れた。レコードがまだそこにあるっていうのを確かめるために。The trouble is that I still don't know how to use it. 問題は、まだ私はどうやってこれを使えばいいのかっていうのは分かってないことだ。I don't want to find myself stuck in a reality where I've lost someone dear to me, like Enzo. その現実、新しい現実かな。レコードを聴くことによって、エンゾがそうだったように、誰か私が愛する人がいなくなってる。そういう人を失ってしまってるような、現実にとらわれてしまう。そういったことにはなりたくない。
Then again, I'm already in an alternative reality. またさらに、私はすでにそういった別の世界、現実の中にいるんだと。My normal life, the future that I'd believed was all mapped out. 私の、普通の生活、私が信じていた、未来っていうのはもうすでに消えてしまったんだってことですかね。All of it has been erased. そういった、私が望んでたような未来はすべて消え去ってしまった。But do I truly want to go back to that life? だけど、私は本当にその、あの人生に戻りたいと思ってるんだろうか。I chat with Yogos as I finish my plate. そういった、料理を食べ終わって、ヨルゴスと話してるうちに、食事を終わったってことかな。He tells me that he met Alan in Paris when he was a student. 彼、ヨルゴスはパリで、学生をしてた時に、アランと会ったっていうふうに言った。He had been a waiter in the restaurant where Yogos worked. アランはヨーゴスが働いていた、レストランでウェイターをしていた。Yogos makes me a coffee, then it's time to say goodbye. ヨーゴスは私にコーヒーを出してくれて、さよならの時間になったと。Apparently, it's completely out of the question that I pay anything. 明らかに、that I pay. It's completely out of the question that I pay anything. お金を払うっていうことは、ありえないってことかな。なんか勝手に出してきたからってこと？もしかすると逆の意味か。いつコンプやる？でも。I thank him warmly for his hospitality. Then I try to decide between asking for directions to the university or asking where I could find a record player to listen to the record. 結局お金払わなかったんですね、多分ね。で、I thank him warmly for his 彼の、おもてなしに、ありがとうと、温かいおもてなしにありがとうと言った。で、ここでまた選択肢か。大学への、道順を聞くか、レコードプレイヤーをどこで探せるか、見つけられるかっていうのを、決めなきゃいけないと。どうしようかね。でもとりあえず、まだそのレコードを聞くっていうのは最後の手段っていう気がするので、とりあえず大学行きましょうかね。Go to the campus radio station。そうですね。こっちにしましょう。I ask Yogos for directions to the premises of the campus radio. その大学のラジオ局の敷地、場所への行き方をYogosに聞いた。Then I step out of the pleasant warmth from the fireplace to brave the chilly. Scottish drizzle.私は、この暖炉の暖かさ、心地よい暖かさから、抜け出して外に出て、なんかドリズルってなんかすごい寒い感じなのかな。
streets を。あ、霧雨か。チリ、ま、あ、ま、すごい寒い。寒い、スコットランドの小雨の中に、勇気を持って出てったみたいな感じかな。はい。The route that Yogo suggested goes through Kelvin Grove Park, which I cross beneath the Scottish drizzle. Suggested goes through ヨーゴスは、ケルヴィン・グローブ・パークっていう、まあ、公園ですね、を通る道を、教えてくれた、提案してくれた。まあ、その場所を私はスコットランドの小雨の中を歩いていた。It takes me half an hour of walking to reach the University of Glasgow, a long Gothic style building. そのグラスゴー大学なのかな、への道のりを私は、30分ほどかけて歩いていた。で、そのグラスゴー大学っていうのは、長いゴシックスタイルの建物。お、これか。After asking for the way at the reception, and having wandered for a while on the campus according to the various contradictory directions of students who have crossed my path, I finally arrive at the little prefabricated building, which supposedly houses Sub-City Radio. After asking for the way at the reception. 受付で道を聞いて、on the campus, going to the various, なんだろう。学生にいろいろ話を聞いて、なんかいろんな方向を言われたのかな。なんで、なんかうろうろと、キャンパスを歩いたと。Prefabricated ってなんだろう。Prefabricated。プレハブなんだ。プレハブ。小さな、プレハブのビルにたどり着いた。で、それは、まあ、その建物の中に、サブシティラジオっていうラジオ局があると。思われる。The roof, which is laden with antenna, seems to confirm that I'm in the right place. なんかまだアンテナの立っている屋根、を見て、私は正しい場所にいるというふうに、思えた。I go in, then.Climb two floors before finding myself in the antechamber, separating the corridor from the studio. 私は入っていて、2つ階を上ったんですね。そして、in the antechamber ってなんだろう。なんか部屋なんでしょうけど、アンティチャンボ、控えの間ですって。アンティチャンバー separating the corridor from the studio、separating the corridor 回廊かコリドール、回廊廊下か回廊地帯とか、スタジオからの廊下、なんだろう、隔てられた、前室みたいなあれかな、部屋、に着いたと。
The illuminated on-air sign is switched off, so I knock on the door. オンエアっていう、なんていうんですかね、よくあるランプみたいなやつですかね、が、電気が消えていたので、私はドアをノックした。When there's no answer, I try the door handle, which turns. 答えが返ってこなかったので、私は、ノブを回して、見たと。The studio is empty, except for a student who can't be more than 20 years old. スタジオは、誰もいなくて、誰もいないというか、一人の生徒がいたと。それ彼は、20歳にもなってないような、若者だったと。He's wearing a threadbare Pink Floyd Division Bells Epoch T-shirt and a pair of bulky headphones hung around his neck. He's wearing a threadbare ってなんだろう。擦り切れた、着古したピンクフロイドのディビジョンベルズの、なんかこれはなんだろう、アルバムの名前なのかな。エポック T シャツ、エポック、あ、待って、行っちゃった先に。エポック、画期的な出来事、注目すべき時代、エポック、あ、ディビジョンベルズっていう時代のっていうことかな、T シャツを着ていて、pair of bulky headphones、まあ、彼の、首の周りに、バルキーってなんだろう、バルキー、大きい、分厚い、なんかまあでっかいあのヘッドフォンを首にかけてたんですね。He stops taking notes, sat at the large table, which must be used for the broadcast, and greets me. 彼は、まあなんかノートを取ってたんですね。メモを取るのをやめて、なんか放送に使う、広いテーブルのところに座っていたと。で、私に挨拶をしてくれた。はい。今日ちょっとこんな感じで、終わろうかな。はい。じゃあ、グラスゴーに来て、一つ目の、手がかりになるかもしれない。ラジオ局、大学の独立系の、ラジオ局に来ましたけれども、次回はそこからまた始めたいと思います。はい。じゃあ今日はこれで終わって、はい。ではまた、よろしくお願いします。失礼します。